皆さん、こんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、弊社がやっていますネットビジネス研究会というサービスがあります。このサービスは、月3000円という会費の中でやっている、いろんなサービスでコースがあるんですね。その中の一つに、デイリー会員という会員がありまして、月3000、つまり1日100円で、いろんなキーワードについて勉強できるっていうですね、サービスがあるんですけど、それを今日紹介したいと思います。まずこちらをご覧ください。これは2009年の1月1日から、1日も欠かすことなくですね、キーワード分析っていうのを会員向けに公開していて、現在ですね、2920キーワードについて調べているわけなんですが、この、デイリー会員の方に紹介したキーワードをですね、今日はちょい見せ、チラ見せですね、12月分を皆さんに見てもらいたいと思います。ではですね、早速ですが見ていきたいと思います。こちらになります。これは日付が書いてるんですが、このリンクになってますよね。このリンク先っていうのは、これ会員制のサービスなので、会員じゃなければ見ることできないんですが、なので押しても皆さん見れません。ID パスワードが出てきますけど、それを簡単にね、僕が中見て説明していきたいと思います。まず最初、12月31日です。Yahoo 新設カテゴリーっていうふうに書いてますが、これは毎年ですね、毎週ですね、Yahoo さんが新しく作ったカテゴリーっていうのを発表してるんですね。で、新しいカテゴリーができるっていうことは、新しいキーワードが生まれて、新しい市場ができていってるっていうことがわかるので、これをずっと1年間ウォッチしてると、世の中がどういうキーワードが生まれて、どういう業界ができてるかっていうことは全部わかるんですね。そのために僕は定点観測しているものです。その12月31日土曜日に、毎週土曜日に発表しています。はい、ではですね、続いて見ていきますが、12月30日、カズノコですね。おせちの季節には定番となっているカズノコっていうものなんですけど、これを使った、面白いサイトっていうのがありまして、これをやっていくとですね、これ集客に使えるねっていうことがありましたので、それを、紹介してみました。はい、続いて、29日、肉の日ですね。今年最後の肉の日だったわけなんですが、肉の日のね、検索数っていうのを調べてみたら、どうもですね、日本の文化として根付いたようですね。月間検索数が1万回になってきましたので、そうすると、ある程度認知されたっていうふうに僕は捉えてるんですね。そうすると、これを使ったですね、集客っていうことは、当然やっていけるんじゃないかなと思ってますから、それについてちょっと解説させていただきました。はい、続いてリーサスっていうのがあります。これご存知ですかね。リーサスで検索したら出てきます。こんなね、情報が公開されてるんだっていうことを知らなかったんですけど、すごいデータが公開されてます。で、それの使い方、などもですね、紹介してましたので、ぜひですね、マーケティングにも役立っていただければなと思います。はい、そして12月27日、クリボッチという言葉です。これまだね、ちょっと認知まではいかないんですが、今月間検索数が4400回ぐらいになっていますので、徐々に認知されつつあるのが、クリスマスに一人ぼっちで過ごす人のことを言うんですが、クリスマス一人ぼっちを略してクリぼっちなんですが、今20代の未婚男性の3人に1人はクリスマスを普段通り過ごすっていうふうに答えているということで、このクリぼっちを使った集客、反則ですね、というものが今後加速していきそうです。来年、再来年あたりには1万回超えてくるんじゃないかなと思うので、この辺も注目するといいかなと思います。はい。続いては、マインドフルネスという言葉が、出ているんですけど、これちょっとね、奥が深いです。マインドフルネスっていう、なんていうかな、世界があるんですね。この世界は、Amazon とかですね、Apple とか Google っていう会社なんかも注目している、ものなので、ぜひこれについてね、ちょっと覚えておくといいかなと思います。はい。そして、12月25日は、マンスリーランキングっていうのを発表しておきました。はい。続いて、また土曜日なんで、新設カテゴリーがありまして、続いて、アクアビーズというもの。
これ今ね、若いっていうかね、女の子ですね。小さい女の子に流行っている、まあ、おもちゃの一つなんですけど、アクアビーズっていうのがあります。これがやっぱ12月のこのクリスマスシーズンになると検索数が非常に増えているということで、この辺注目していました。そしてですね、質屋です。質屋ってね、今本当街から減っていますよね。で、そんな中で質屋で成功しているね、頑張っているお店っていうのがあって、それをちょっと今回紹介してみたんですが、今ですね、4割の人が質屋っていう商売自体を知らないって答えたりしてるということで、どんどん今質屋の数が減ってるんですけど、そんな中で頑張っているお店などを紹介しました。続いて、造毛というものですね、ありますよね。今、ワシントン条約で国際取引が規制されているものなんですけど、なんとね、Google のアドワーズ広告を出せないらしいです。造毛に関するもの。造毛を扱っている会社でも。ということで、造毛っていうものについてちょっと調べてみたことを書いてみました。はい。そしてですね、洗顔というキーワードですね。まあ、実はこの洗顔とか、次に出てくるローションとか、こういう言葉っていうのは、いわゆる美容系とか健康系は、ウェルクっていう会社が非常にね、検索対策をしていて強かったんですけど、今、非表示になってる関係で、他の会社にね、まあ、流入してるわけですね。で、そこで注目の会社っていうのがあるので、紹介したんですけど、ウェルクの登場によって、アフィリエイトサイトは、軒並みね、売り上げが落ちたというふうに言われてるんですが、今ね、アフィリエイトさん喜んでるでしょうね。でもまたウェルク復活したらどうなるんだっていうことで、またそれはそれでドキドキしてるんでしょうけど、ちょっとその辺も調べてみました。はい、続いて、ローションっていうキーワードですね。これもスマホ率が8割を超えてきている、結構ビッグキーワードなんですが、ちょっと面白いサイトがあったので、紹介させていただきました。そして、12月18日ですが、Yahoo プロモーション広告2017年1月に検索されるキーワード。これは毎月ですね、Yahoo さんが発表しているので、これは会員じゃなくてもね、皆さんも調べれば見に行くことできますから、チェックしておけばいいと思うんですけど、これらはね、漏れなく僕は調べてるっていうことが、強いということですね。で、この SNS の中でこの情報を公開しているので、キーワード検索するとね、キーワードで調べることができるので、その辺も便利かなと思っています。そして、土曜日なんでカテゴリーがありまして、16日リフトアップですね。リフトアップっていうのはね、まあ、アンチエイジングとか、まあ、女性が気にしている時に使う言葉で、結構いいキーワードだなと思っています。で、そんな中でですね、面白いね、そのクリック率を上げる方法っていうのが分かりましたので、その辺を会員向けに紹介いたしました。はい、続いて、ボトックスっていう言葉があります。ボトックスっていう言葉、ちょっとですね、今面白い傾向が出ているので、それについても紹介しました。さらにはですね、アクリルキーホルダーですね。まあ、このようなですね、なんていうのかな、今ですね、ちょっとね、伸びてるんですね。検索数伸びていて、今年の6月ぐらいですね、2016年6月ぐらいにピークを迎えたんですが、ちょっとそこから落ちてるんですね。で、この、ちょっとこう、上がって落ちたっていうものに関して、今が踊り場になって、もう一回上に上がるのか、このまま廃れるのかっていうとこね、この辺はね、ちょっとウォッチする価値があるキーワードかなって気がしてるんですね。これは長い目で見ると、ずっと右肩上がりになるかもしれないんだけどね。ミクロで見るとね、こういうふうに落ちてるかもしれないですね。非常にその辺微妙なところに今来てると思っています。月間検索数が8000回なので、1万回弱で、認知に至るかどうかっていう微妙なラインを言ってるかなって気がしています。はい、そしてタイヤラックっていう言葉ですね。まあ、冬タイヤ、スタッドタイヤを、収めるために、タイヤラックを買う人が12月に増えるということで、ピークが12月になってるんですが、まあ意外にこういうね、スペック型の商品っていうのは、インターネットで売りやすいものなので、おすすめかなって気はしていますね。そしてですね、ストライダーっていう言葉。これまあ別名キックバイクっていうふうに言うんですけど、キックバイクはちょっと商標らしいんですが、これがですね、今、台数がどんどん伸びているっていうことで、検索数を、出荷台数は伸びてるんですが、検索数を見てみたら、検索数はですね、まあそうでもないんですよね。
ただこれちょっとね、いわゆる、まだニッチで、ネットではまだまだなんですけど、ちょっと面白いキーワードかなということで、これはウォッチする価値あるかなと思っています。そして、楽天のキーワードランキングが、楽天さんが発表しているわけなんですけど、これらのものもですね、アーカイブがないんですね。弊社の方では2009年からアーカイブを取っていますので、ぜひその辺もね、参考にしてみるといいと思います。そしてですね、シュトレンという言葉。これはクリスマスに食べる、お菓子っていうかですね、の、ジャンル名なんですけど、シュトレンっていう言葉が徐々に今検索数が伸びていて、来年あたりはちょっと1万回に達するんじゃないかなということで、ちょっと注目のキーワードだったりします。はい、続いて、略奪愛という言葉です。この辺はですね、実はウェルクっていうサービスの中で非常にですね、使われたりした言葉なんですけど、ちょっと面白いので調べてみました。月間検索数1万2000回で、スマホ率 85% というキーワードでしたね。さらには、吐き気。こういうね、もう悩み系のキーワードは、もうもろね、ビジネスに直結するわけなんですけど、スマホ率も 82%、月間検索数も4万回を超えています。で、これがですね、2010年ぐらいかな、から検索数が伸びているんですが、まだまだね、この市場が大きくなりそうです。なんでこういうことになっているでしょうかね。結構になっています。はい。そしてですね、コンジローマっていう言葉、これね、誰も知らないと思うんですけど、知ってるっていうことはかなりですね、その、世界にいるということになるんですが、こういうですね、なんていうのかな、普通の人は知らないんだけど、ネガティブな言葉っていうのがあって、このコンジローマっていう言葉は、2万2000回も検索されてるんだけど、多分皆さん知らないんじゃないかなと思うんですね。で、スマホ率も8割を超えてるんですけど、こういうワードって、ニーズがすごい高いんですよね。で、知ってる人しか検索しないワードで、しかも悩みが深いキーワードなんですね。ぜひ、こういうものもチェックしておくといいかなと思います。はい、同じくですね、トリコモナスっていう言葉があります。これも知らないですよね。この言葉も、月間検索数が1万4000回で、スマホ率も8割を超えているという、スマートフォンで悩んで検索しているワードですね。この辺をチェックしておくといいかなと思います。そしてですね、Google トレンド。Google が発表しているですね、検索数が今日急上昇したワードっていうのを発表してるんですけど、これの11月分とかっていうのを取っています。これもアーカイブがありません。なので、僕はずっとね、撮ってるんですけど、どういう言葉がですね、ニュースとともに検索されたかっていうね、このデータって結構重要なんですよね。キーワードマーケティング重要なんですけど、こういったものがありますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。そしてですね、Yahoo 新設カテゴリーがありまして、ケジラミという言葉があります。これももうね、名前の通り、その悩み系のキーワードですよね。当然8割を超えて、スマホ率は8割を超えています。で、同様に、クラミジアっていう言葉ですね。こういう言葉、これも月間検索7万回あるんですよ。で、スマホ率も 84% あります。こういうワードをね、調べています。ということでですね、今日はいろんなキーワードを紹介したんですが、実際ですね、キーワードって、こういうふうに出されるとわかるんですけど、ずっとね、こうチェックしておかないと、新しいキーワードって実はですね、入手することって難しいんですよね。で、それを、自分の業界に限らず、いろんな業界のデータを僕は常にこう見てるから、こういうキーワードをどんどん収集できていって、3000個今集めてるわけですね。なので、こういったものって、どっから自分のビジネスに使えるかって、このキーワードの群っていうかね、塊がないとできないんですよね。ぜひね、そういう意味でも、弊社のデイリー会員を活用していただければいいんじゃないかなと思います。面白いサイトとかですね、面白いサービスとか、こういったものも、検索で探せますからね。よかったら、月3000円からデイリー会員に申し込みますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、2016年12月に弊社のデイリー会に紹介しました、儲かるキーワードを紹介しました。インスパイアになりました。ありがとうございました。バイバイ。